どうした、ケンスケ。正直に言おう、俺がミスケに…よくはないけど、それで？かのような明白な邪神から入部したのであって、この町を…つまりだ、禁足地がどうとか、読み人がどうとか、果てはなんで猫が多いんだとか、駅前のアイスクリーム屋はどうしてチョコミント推しなのかとか、そんなことに全くと言っていいほど個人的にチョコミント推しの謎について。従って結論、俺にとって研究テーマとかいうのを遂行するのは非常うっさいな。そうはいかないな、クスマイ。俺は俺のやり方でやらせてもらう。俺のやり方に賛同するやつはついてこい。このアホ、ついに頭がいかれたか。マイミ姉さん、黙れ。俺のテーマを発…ミハテ町、可愛い子多い説で、あ、みんな、目合わせちゃダメだぞ。ミハテ町、可愛い子多い説だと…さあ、そんなしょうもないて。はっはん、マイミ、さてはあれだな、自分が可愛い子にカウントされないのを恐れているな。大丈夫、お前は可愛い、黙ってさえいればな。殺せ、惨殺する。マイミ姉さん、こんなくだらないよ。あの、君が謝ることないでしょ。イケてるだなんて、雪乃っち、いいこと言うじゃな。誰がみそじじゃ。雪乃さん、そうね、こんなの相手にしてたら時間の無駄。はあ、雪乃っちの言動が日に日に前身に濃く。あんたどんだけ。なんかこういう会話いいわね。ま、雪乃さん、それ私知ってます。あ、少年ホップじゃなくてステップ。そこまで言って間違う。たく、あんたこの騒動の責任を。とすごいな、何の責任取らされてるのか分かりにくいところがとにかくすごい。まゆみさん、かっこいいです。男だったら番長クラスよね。はい、この資料のここ写しておいて。私の消しゴム勝手に使うのよ。貸してくらい言えないの。あんたが言ったのは最初の2回目まででしょ。3回目からは勝手に奪って使うから。私が手を伸ば、でか消しゴム持ってこいや。また始まった。お二人とも夫婦喧嘩なら外でやっていただけません。誰が夫婦じゃ。雪乃さん、この二人家。そうよ、四六時中。私は2日で慣れたけどね。今朝、ちょっと待って雪乃さん、今朝の言い合いはそもそもこう。聞きの悪いこと言わないでよね。まるで私があんたを騙したみたいじゃない。おっと、もうお昼ね。喋って、無駄な時間が多かったき。今日は解散にしましょう。ああ。
はあ？それじゃ。あれ？あれ？
俺だ、ケンスケだ。声がでかくて何が悪い。ついに掴んだぞ、極秘情。ニカレイでピンとこないとはバチ当たりなやつだ。いいか、一度しか言わない。早朝からニカレイを見果ての森で見か、どうだ。なんだよ、乗り気じゃねえな。お、これフォゲミじゃん。あはん、あたしの機嫌。でもま、今日はあたしも予定ないし、チケットももったいない。この映画見たかったんだ。こういうのはイベントだから。ミミッチ、それからドリンクは。ああ、いいっていいって。ここは私が。その代わり、映画代はおごりってことでよろしく。みんな結構泣いてたね。それよりも私、あのインテリメガネの点。何言ってんの？あのキャラの天然ボケからの真相。まあ、私ミステリー好きだからね。のほほんと目的もなく。喉乾いたな。ミユカベか。恋愛。なかなかいい雰囲気のところを知ってるじゃない。さあ、何飲もっかな。私はそうだな。げ、げげげ。めっちゃ高い。見て見て、さらに 10% のサービス料だって。まあいっか、もう座っちゃったし。同じアイスココアでこんなに取られて。だとしたら大人ってつらいわ。あたし、そんなラジオを聞くんだ。楽になる？私はいいよ。黙ってラジオなんて聞いてられないし、他にすることたくさんあるし。だいたい今の時代にラジオって。ま、絶賛ネガティブ発散中のあんたには。私が？聞くわけないでしょ、あんな番組。あら？あなたたち。おう、山城先生。学生が出入りするようなところじゃないわよ。おか、ノリで入ってみたんだけど、値段の高さに引きまくっ。当たり前でしょ。ここは大人の社交場なんだから。あ、山城先生も一緒にいかが？保護者がいれば問題ないでしょ。保護者って、お母さん扱いされる年じゃないと思うんだけど。どうぞどうぞ。で、山、一人で来たら寂しい女って思うのかしら。ま、確かに一人なんだけど。し、このラウンジ、なんだか落ち着くの。あの、は、あの、左から二番目の席。私が座、も、
いらっしゃいませ、山城先生。ありがとう、みかけさん。いつも悪いわね。失礼いたします。本当だ、本当に来ましたね。知ってるし。ワールドエンドもよくここで書いた。見果て町の風を。そうなんですか。喫茶店代わりに使うには。ちょ値段に見合うものがあるのよ。実は私、山城先生が、あの電気小説。それがどうして。だって先生は、人の創作物である。その人が自ら創作物を作ってしまうだなんて。そうね、ワールドエンド、あの作品はね。葛藤。先生にも葛藤。もちろんよ、まゆみさん。伝承っていうのだけどね、私がどんなに研究を重ねようと。だってそうでしょ、時間は未来にしか進まない。真実にたどり着くことは私には許されていない。でも実際の伝承をもとに書いたノンフィクションだってよく言われるけど、あれは私なりの結論なの。私何言ってるんだろう。山城先生みたいないい女がほろ酔いでカウンターに。残念ながらここでナンパされた記憶はないわね。いいんですか、あの指定席に。なぜだか最近は座る気にならないの。座る気にならない。もうこんな時間。あなたたちはこれで帰りなさい。